ほら、こんにちは。一狩り行きましょうのお時間です。それでは、バモス。こいつって人魚なの？らしいね。確かに魚っぽいか。でも、美人ではないね。まあ、モンスターだし。おっと、何か飛んできた。トゲかな？これってキャスト回避なのかな？とりあえずブレスが無効化されてるし。まあ、ラッキーってここで。攻撃範囲広。避けにくそう。なんだこの影は。ゼリオロスさんでした。全く気がつかなかった。てか寝たね。わざわざ寝に来たのね。そして起こされた。コントかよ。しかもいざ何かに逃げてるし。まあ追いましょうか。さあ、邪魔者はいなくなりました。今のもいい回避だったよね。タイミングがバッチリ。いつもできればいいんだけどね。今度は直撃。フレーム回避ってめっちゃシビアだよね。今だって思っても絶対避けれてないこと多い。練習あるのにかな。待って、ブレスの範囲広いよ。しかも睡眠ブレスかい。小村ちゃんが起こしてくれたね。やばいのが来そうな予感。避けれません。小村ちゃん、助けて。そっちじゃないよ。こっちこっち。待って、君は来ないで。痛い一撃。あれ、これやばいよね。うん、やばい。やっぱりこのコンボはずるいよ。これまたやられるやつだよ。ほらね、これキリがないよ。回復しちゃいかんかもね。遠くに逃げた方が良さそう。そうだね。やっぱりムカつく。これがお前のやり方か。逃げろ逃げろ。やっと脱出できました。長かったね。もう少し早く逃げることに気づいてれば。でもこれで次は余裕だね。今度はこっちの番だよ。直後はいいかい。さっきはよくもやってくれたな。倍返しだ。倍返しタイム終了です。短かった。しかも連続回。逆に倍返しされた感じ。今度は当たりませんよ。密着型。よし、 OK でした。やりました。ナイスです。ちょっと苦戦しました。次回はアンジャマフです。お楽しみに。ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではご視聴ありがとうございました。アディオス、アミーゴ。